先ほどの弁天堂から、まあ行けばすぐ分かるところにお地蔵様がありますね。まあ、あの大衆届けることの最後の、まあ、見どころとところですが、落ち葉が落ち葉がね、こちらのお地蔵様、まあ、大体、東洋渓谷を歩くと、まあ、全部、まあ、見どころを行くとですね、約1時間ぐらいですね。かかりますね。